ははいどうもこんにちはえ今回はあ誰も言わなかったチェーンソーとか草刈り機のね安全性の話をします誰も言わなかったっていうのは言ってる人は言ってるんですよあ,あの草刈りなら飛散防止カバーをつけなさいとあとね、えー、チェーンソーであればチャップスをつけなさいヘルメットをかぶりなさいイヤマフをしなさいねそういうこと言ってるんですよでもあの現場の人ね えー、そんななにねしてないですで僕もね、あのー、仕事によってはしないし草刈りの場合の飛散防止カバーっていうのについては僕はあのー、つけません。っていうのは飛散、あのー、防止カバーとかねに挟まった、あのー、草を取ろうとして指を切断する事故っていうのはあるんですよ。 でそれはあまり紹介されてないんです。あと飛散防止カバーについて言えば、あれは目を守るものだと思っている人いるんですけど、あれは目を守るものではなくて、割と低い角度で飛ぶ飛散物をカバーするものです。あまあだいたい膝から膝から下ぐらいとかね、そのぐらいの飛散物を防ぐものです。あのー、木のね、えー、木縁ですね。木縁なんかだと。 実はあの、すねに当たると非常に痛いんですよ。で、スネガードとかね、そういうのもあります。でもね、目を守るもんじゃないんです。それで、あの、マニュアル見るとね、書いてありますけど、まず草刈りする場所。それなんかは、下を、下見をするわけです。木片とかね、空き缶とか、石とか落ちてないか、あらかじめ、下見をして拾ってから、あの、 やるんですすすよよ、あのー、草刈りするんで,すよでだいぶねそれやってないやってないですよだから、あのー、どういうことかっていうとそのこういうルールを作る人と現実にね改良ができてしまってるんです、あのー、安全なスロットルレバーについてもそうですよね二重構造になってますね大抵のはね。まあ、メーカーカによって色々あるんですけど うん、2つのスロットル両方開けないとアクセルが開かないとで、えー、<laughs> 握りっぱなしのねアクセルの場合手を離せばアクセルを戻すと昔のは固定式で、まあ、転んだ時は危なかったっていうことでそういうようになったんですが今ね変なのができちゃってるんですよねその、うん、僕も使ってて他の動画で上げてますけど、うん、まあそのスロットル2つのスロットル 両方戻さないままあしゃがんだりしてねスロットルレバーが当たったりすると快適が思わぬ時に上がってしまうとそういうことなんですよでそれでねの事故とか <laughs> あるのかどうかわかんないですけどそんなのをねちゃんとまともに報告されるわけないんですよあれあれもね安全のためにあるのかもしれません人を守ってるんですよ でもメーカーとかね、そういう安全のルールを作るための、作る人ね、そういう人の立場を守ってるんですよ。あと、ノーキング屋でもいますよね。えー、自分のね、視聴回数のために、売り上げのために安全意識だなんだっていうやつね、あのー、あれ、あれは自分を守るために言ってるんですよ。あのー、他のね、 動画作っててるる人を攻撃するように仕向けてんですでまんまとそれに乗ってね、えー、他の動画を攻撃する人がいるんですよそうすると実際にこういう現場でやってる人現場でやってる人がどういう仕事してるかっていうのを伝わらないんですよでほ、うん本当のね実際の安全っていうのは伝わらないで結局スロットルと同じですよ飛散防止カバーと同じ。あ むやみにルールを守ってた人が怪我してしまうんです。指切断とかしちゃうんですよ。その飛散防止カバーをつけてたために草が絡まった。で、エンジンを止めないまま草を取ろうとして指を切断してしまう。結構実行あるんですよ、それ。そういう事故を紹介しないまま、もうつけないことが悪いんだとか。あと、位置をずらすことが悪いんだ。まあ確かに位置をずらすと低い角度のものに対してのカバーだから、その意味はなくなるわけですよね。 でまあ、本当の安全は何,何かっていうことですよ実はねこの先ほどからこのお見せしているこの景色なんですけどこれ木がいっぱい倒れてますこれ僕が倒したんじゃないんですよ専門の業者さんがやったんですこのソダ業者さんねソダっていうんですけどこれ水質浄化に使うそうなんですで僕はこの木を育てる仕事なんですけどこの木このここの部分は、まあ、まあ言ってみれば売れ残りの部分の処分で,でこれを おだいぶこう,こういう形で体積的にもねかなり処分してもらってあとこんなきれいにねしてもらえるんですよ。でこの綺麗ってことが実はね安全なんですよまず何ができるかえ一般的に草刈りでもね、えー、チェーンソーでもそうです特にチェーンソーねこういう木を切り倒す時何をやるかって言ったらまずね周りの 掃除なんですよ。草を刈って、落ちてる枝を拾って、それでね、やるんですよ。で、あのー、マニュアルにも書いてありますけど、草刈りでもチェーンソーでもね、動きやすい服装でやってくださいって書いてあるんですよ。だから、まあ、ある意味矛盾してるわけですいろいろ装備つければ、あのー、動きにくくなりますから。で、でも動きやすい装備でやってくれと。でね、僕も実際ね、 あの、草刈り機でも何でも、昔は、直旅でしかやらなかったんですよ。で、今は、あの、先に安全靴なんか、あの、鉄が入ったね、安全靴みたいなの入ってるんですけど、でも、まあ、それはね、あの、直旅ってすごい軽くて丈夫で、早く動けてね、まあ、ある意味、安全なんですよ。あの、安全を回避できたりとかね、早く動くことによって早く仕事ができると。 うん転んだりもしにくいと。木にも登れると。いろんな動きやすいという意味で安全。まあ、第二次世界大戦の戦闘機で言えば、ゼロ戦の安全性と、あとアメリカのね、あの、丈夫なグラマンだかなんだか、あのー、ね、撃たれても丈夫だけど、重いけどうん、撃たれ強いみたいな戦闘機とありますけど、そういうね、あのー、違いがあるんです。 で,で絶対的に安全なものって言ったらやっぱこの綺麗に仕事をするってことなんですよでこのそだの業者さんもねこの最終的に片付くっていうメリットがあって、えー、仕事が取れるわけです、うん、こういうね植木作ってる業者の処分をお手伝いしますよっていうような感じでそ意識して綺麗にやってる部分もありますけどこれ綺麗にやることが安全なんですでこれね えー何人もの作業員の方がやってましたで決してねその教科書通りの,その安全装備じゃなかったかもしれないですよでもねすんごい仕事が早くて綺麗でね本当綺麗ですこ,の、まあ、こ,こっちがあのその業者さんにとってはあの商品なんでしょうけどまあ綺麗です動きに無駄がないし僕ね見てたかったですあのビデオとかも やってるとこ、撮りたかったんですけど、ちょっとね、怖くて近寄れない感じですよね。僕のチェーソーとかそういうのに慣れてる方ですけど、それでも怖くて近寄りがたい雰囲気を出して、出てましたね。その、一人じゃなくて全体が、もうキビキビ、キビキビ動いて、あ、あのー、まあ、挨拶とが精一杯ですね、通りかかってね、ここね、自分家の敷地なんで。 通りりかかりますすけど挨拶するのは精一杯あ見せてくださいとか,なんかとても言えない雰囲気でやってました、まああのね、現場の人ね、人使ってる人使ってない人、誰もね安全のことなんてね考えない人いないんですよ、でもねそういう人が YouTube とかでねこう実際、現場のこうやれば安全なんだよっていうノウハウ持ってると思うんですよ、こういう業者さんもね。 だけど、そういうのを言えない。どうしてかっていうと、うお前、チャップスやってねえだろう、ヘルメットやってねえだろうとかね。そんな話になっちゃうんですよ。で、うん、一つ言えることは、さっき言ったように、綺麗であることね。仕事が綺麗であることが安全なんです。もう一つは、あの、安全装備ってね、う、え、ん、ー、あの、楽なんですよ。安全な装備って、本当に安全な装備って。 僕はイヤマフをつけた時に初めて感じました。実は僕ね、あのー、20年ぐらい前、イギリス人とこの仕事を一緒にやってて、手伝ってもらっててね。で、彼がイヤマフを持ち込んだわけですよ。で、僕もね、その時ね、すぐにはやらなかったどころか、あの、ユンボでもね、彼はやるんですよ。で、ユンボの時はやるなよって言ったんですよね。周りの音が聞こえなくて危ないかもしれないから。でも、<laughs> まあ、それくらいの感じだったんですけど、 あのーうん、その後ね僕はイヤンマフやるようになってしたら体が疲れないんですよ本当にで今ヘルメットだあ安全靴だになってますけどその年齢的なこともあります早く動くことがメリットだったんですよ若い時はねそれから20年ぐらい経って、えー、ゆっくり動いてね早く仕事をするっていうかねその場合にやっぱり 全然その安全靴気にならないっていうか逆に楽に感じるんですよ若い時にちょっと煩わしかった安全靴が楽に感じて結局ね楽なものが安全なんですよこれが絶対的な答えあ綺麗であることと楽であることねこれが安全なあのあだから夏暑い時にね熱射病になるような装備してやってるなんていうのはもう げもうその熱射病で死のうが草刈り機で死のうが同じなんですよ本当に。でねそういう馬鹿げた話がうーんこのね YouTube 上にはいっぱいまかり通ってるとそういう話でした。はい、以上です